片山国家編、山国吉見片山国家から1931年11月3日は日本の法医学者、東東海国州知軍県巨村出身、大学登校を経て1879年に東京大学医学部を卒業、東京大学助教授となり内務省衛生局にも勤務した、1884年から1888年まで、 法医学研究のためドイツ・オーストリア・ハンガリーに留学し、ベルリン大学とウィーン大学で学んだ。帰国後、東京帝国大学医科大学教授に就任し、法医学講座を担当した。また1891年に医学博士の学位を得た。法学部で法医学の授業を担当したほか、東京事研院医学専門学校講師も務めた。1921年、 体感し、東京帝国大学名誉教授の称号を得た。昭和6年11月3日即去。母書は、玉霊園。1888年、プロイセン王国ベルリン市にて、日本人留学生と。前列左より、川本茂次郎、山根正嗣、田口和美、片山、石黒忠則、熊川宗男、小沢朱一。中列左から森林太郎、竹島務。 中浜東一郎、助方、千倉、島田竹継、谷口健、瀬川正俊、北里柴三郎、江口城。後列左から浜田玄達、加藤秋マ北川お次郎、片山国かと表記されることもある。ありがとうございます。